この本の著者の金山茂人です。本の題名は、エッセイ専務理事の独り言という題名でございます。金山さん、今度5本お書きになった2冊目ですよね、この本著者。そうですね、まあ、これはこの本にしようと思って本のために書いたんではなくて、はい、日本演奏連盟というところの演連という機関紙があります。はいはい、演奏連盟ですね。はいはい、演連とひらがなのね、機関紙がありまして、はい、ああそうですか。それに毎月、エッセイを書いてるんですよ。あ、そうですか。それがちょうどその最初の本を出してから、もう7年近く経ったもんですから、お、これの芸術現代の大坪社長から電話があって、はいはいはい、そろそろ本にしませんかという提案を受けた。それで本に置いて本にいたしまして。はい、恥ずかしながらですか。はい、専務理事の独り言ですね。そうです、そうです。はい、だけどその、まあ、一般の方に知っていただくためにね、まず演奏連盟っていうことの理解を、はい、示すようにお話をいただけますか。はい、日本演奏連盟というのは昨年創立50周年を迎えました。そんなになりますか。これは元を正せば東京交響楽団が、はい、1963年東京オリンピックの前の年に、はいはい、解散したんですね。そうですよね。で、まあ、それも、創立楽団長橋本健三郎っていう方が、はい、責任取って受水しちゃったんですよ。そうですよね。新荒川放水よりね、取り込んで、だからそういうことで非常に社会的にも問題だったんですが、その当時今の文化庁もなければ、あ、演奏連盟もちろんなくて、はい、当時 の第一ピアニスト の井口元成さんとか、ね、はいはい、方が中心になって、はい、やっぱり我々クラシックの音楽家というのは全く余分の連絡が何もないと、はい、でこれやっぱり何かあった時に相談し合う、はい、ところが必要じゃないかと、いうことで日本演奏連盟を、まあ、作ったという、できたという一つのきっかけだったんですね。ですから非常にやっぱり私も東京国楽団に入団してもう54年目を迎えてるんですが、とっても印象深いというか思い出深い、そうですね、そこに今演奏連盟にお世話になってもう10年経った。そんなになりますか。でも東京交響楽団でも経営に対しても団長という非常に、楽団長の私は30年やりました。ああそうですか。はい、だからその頃前の代表の方は一生懸命やってみたんですが、はい、なかなかやっぱりうまくいかなくて、で支配決敗 ね、そうですよね。社会保険も入ってないような、お金の問題大変な、そうなんですね、団体を背負い込まれたわけですね。その時やっぱり私は受け継いだのが36歳の時でした。はい、だから夢中でそれまでバイオリンで東京交響楽団に入団したんですけども、はいはい、13年弾いていて結局バイオリンを諦めざるを得ない、ということになりまして。ああそうですか。はい、それで36の時、上の娘が5歳、下の坊主が3歳の時だったんですよ。あそうです。はい、その時楽団長になられたわけですか。楽団長というか楽団代表でしたね。その、ね、あ代表ね、はいはいはい、そでもやっぱり経営そのものを背負っていくわけですからね。そうですね。バイオリン弾きですからね、そんなに経営能力なんかありゃしないんですけども、ただやっぱりもともと体が頑丈だったもんで、何やってもへこたれないというところがあって、それがなんとか続けられたということじゃないでしょうか。あそうですか。はい、いや、ね、まあ、そういうご経験がベースになって今の演奏連盟のお仕事につながるわけですね。そうですね。はい、だから演奏連盟ってのはやっぱり当時が私楽団長演ながら、はい、常任理事だったんですけども、今こちらの、専門ということで一応専務理事という、はい、ということで、はい、それでこの本の思い出をこうまとめた。で、専務理事の独り言になったわけですね。ああそうですか。ですからもうこの本の表紙もこれ立山連峰なんですよ。ですからこれも立山ってのは私の故郷ですから。ああそうだ。ですからそれはやっぱり私の15年しかいなかったんですけど、はい、やっぱり心のふるさとというか、本当にでも立山というのはやっぱり富山県
のあれですね、ご出身でしたよね。立山連邦の麓で、立山が、ああそうですか、麓で生まれたもんですから、はい、旧立山村生まれですから、はい、ああそうですか、はい、へえ、いや本当にあの前の本とつないで読むと、ま、面白いです、なかなか。そうですね、前の時はあのですが楽団長だったですから、はい、楽団長は短期ですが何かというね、はいはい、あの変な題名の本になったんですけども、はい、でもそれはそれで、それもね、同じだったんですよ。あの日本、あれは所沢の、はい、ミューズっていうホールがありますよ。ホールできましたね、そのできた時からずっとその毎月書いてたんですね、文章。はい、その時もね、あのその本を追っかけがありましたね、はい、それである時突然本にしないかっていう提案を受けて。そうですか、はい、だから私は全く素人、文章を書くのも素人の中の素人ですから、ははは、自分からその本を書くなんてね、また夢に思わないんですけども、そういう周りの方々の推薦があって、はい、その気になったという。あ、なるほど。あ、そうですか。はい、はい、2つの5本 の、 あのご紹介ができると思いますので。はい、そうですか。それでありがとうございます。どうもありがとうございました。どうも。